久しぶり。何年ぶりや、10年ぶり。安楽死が合法で、基本的には多分病気の人だけらしい。コーヒーショップはアムステルダムの、まあ言うたらもう、ね、何だろうな、これ。My wife is a sex worker. Sex worker. It's a hard job. I do it for accountancy, for shopping, and I'm always around if there are any problems. 2人の期待を映されへんから、これがイメージ通りやな。こんな感じで街中にこういうお姉さんが ドアのところに立ってるっていう。でロッカーにはこういうものがあるんだよ。ロッカーには。飾り窓のお姉さんからの景色が、こういう感じになって、お姉さん、これが部屋になって、こんな感じになって、これ自体が飾り窓。高級な部屋なんだ。こんなのシャンパンとかある。そうです。待つのか、待たれるのか。すごいバリアン感が出てる。バリアン感、うん、まあ、あとは中身のままだけど、こうやって見られるのか。 Amazing puppies! Did you breed them yourself? すごかったな。向こうからの見てる景色も見れたし、言われることみたいなのもあったし、室内の状況とかも全部分かったから、あれ結構もう動画でも撮れたんで、視聴者さんもなんかどういう状況か分かってくれたんじゃないかなと思うんで、結構いい感じで撮れたかなと思います。次はこれもアムステルダム名物なんですけど、日本で言ったストリップで、そういうショー、合体ショーみたいなのが行われるらしいんで、これもまあ言うたらアムステルダムがね、大々的に有名になってるんで、潜入してみたいなと思います。で、映ってる範囲映して、ちょっと皆さんの期待に応えられる動画にできればなと思います。ここの小窓からいろいろ見ます。アムステルダムは性についての店がめちゃくちゃ多くて、日本には存在してないシステムがあったりして、観光で行っても出張で行っても絶対見ておけなかったかって気がしますね。その中でも飾り窓、セックスショー、ピープショー、ストリップショー、ゲイバー、立ちんぼなどいろいろあり、ここはピープショーと言われる場所で、1回2ユーロを払えばこのボックスの中に入る。ボックスの中に入るとその中に女性が現れ、生まれたままの姿になり、生まれたままの姿でいろんなことをします。さすがにそこの撮影は禁止だったため、太一くんが隠し撮りをしていたものの、動画に出すのはどうかと思いやめました。今言ったところはピープショーって言って、窓の中からその人を見るという感じで、もう一個あって、そのカップルショー、男女がまぐわってるところをステージがあって客席から見るみたいなところもあるんで、あれね、絡みだね、絡みもあるんで、そこもちょっと行ってみたいなと思います。ほんまにすごいわ、オランダっていう国は。いや、ほんとすごいわ、衝撃的。何でもあるわ、エロの大国、ノリノリ天国やわほんまにすごいわこれ。そのセックスショーまで時間があるんで、ビールでも飲んでもらっておきます。残念なお知らせなんですけど、今日は雨と風でお客さんも来へんから、もうショーが閉まりました。たまたま中だけ撮らせてくれるって言ってくれて、心よくね、心よく。どんなんかって言ったら、まあこんなんですね。ここはまあ手洗いですね。ここからも手洗いはちょっとした方がいい。そのドアなんやろ。ドアなんもない飾りで、ここで本当やったらステージがあって、観客席に座ってビール飲みながら見てくれて撮りますトイレが可愛いもん。で、そういうショーがあって、それをステージからビール飲みながら見るっていうところが、これはオランダのアムステルダムのそういうディープな観光の結構メジャーなものらしい。トイレでした。
あ、シンプルだね。だおそらくこれもトイレと思う、正面、正面機。そうだね。でこれが正面機で、こうやって、まあ、これよくあるよな、うん、日本の田舎にもあるよな、こういうの。え、トイレか。入り口どこだよ。確かに分からんけど、まあ結構撮らせてくれたけど、まあトイレしかない。もうここトイレだよ、本当に。全部トイレでステージが別にあるって感じ。そう、残念ながらここのショーの様子は撮れないですけど、50ユーロで飲み放題でショーが見れる、で40ユーロで飲み放題なしでショーだけ見るみたいなところでした。1時間で目的の場所に行きますか。勉強してきたんで。ということでね、ほんまにこのオランダの大人の観光地っていうところは全部行けたんじゃないでしょうか。くるっとここを映したらいけると思う。ここやっていけると思う。あのライトがついてるところが女の子が準備 OK、 準備 OK のところです。で、あそこにカーテンが閉まってて、カーテンが開いてて、女の子がこう、さっきもういっぱいあったでしょ。もう多分見せんでも分からへんな、博物館行ったから、うん、あそこに女の子がいて、コンコンって入って、女の子と交渉して一緒に入ってカーテンを閉めるみたいなところが飾り窓というところでした。ちょっと歴史もね、編集までに学んで、編集テロップで入れときます。編集で、あれ俺喋れてる？喋れてない。喋れてないよな。あの歴史とか細かいところはテロップの方で入れさせていただきます。ということで、本当にもうオランダっていう国は、友達と俺さっきね、あの飲んでる時最初教えてもらってんけど、オランダ人って結構お昼ご飯とか朝ご飯とか晩ご飯とかも質素なもの食べんねんって。職場があるからもうそれ間違いないと思うんだけど、結構ハムとチーズにパン挟んだサンドイッチとかお昼食べてるらしくて、その分の節約したお金を物を買うとかじゃなくて経験に変えるらしい。お金を経験に変えて、その人の人生の幸せ感を深めると。オランダの人って50歳までの離婚率が 50% らしくて、50歳になって離婚して50歳オーバーの人たちがさっきのバーでもめっちゃおったよ。めっちゃ楽しんどったで。あんな感じで1回の人生を最高に楽しもうっていうのがオランダらしい。人のことを干渉せずに自分個人が楽しんで楽しみ合うみたいな、そういう空間を作る最高の街やなと思いました。アムステルダム僕は大好きです。ということで、とりあえずこのカメラ止めて飾り窓に行ってきます。今日も動画最後まで見てくれてほんまにありがとう。概要欄に僕のインスタグラム、ツイッターアカウントが貼ってあるので、そこからフォローもほんまによろしくお願いします。エグジットジャック万平初の本、ハイパーディープじゃ、ハイパーワールド、ディープジャーワールドジャーニーも予約販売中。気が向いたら買ってください。日本食料理屋さんにめちゃくちゃ可愛いオランダ人の子がいて、ちなみに今のところ俺は好き。これって何でしょう。これ何でしょうって。